こちらですけど親子型のですね草刈り機になってます。親がですねあの乗り目の上からですねこの下のですねあれ草刈り機になってるんですけど、まあ、ロープっていうかワイヤー吊るしてあるんですけどあれを下ろしてこう草を刈れるシステムですね。お値段も173万8千円ですか。多分これ上から吊るすとものすごく安定して乗り目は刈れると思うんですよね。これちなみに乗り目何度ぐらいまでいけそうなんですか。60度、はい、60度ってもうダメになっちゃうと思う。シャドウまで行っちゃうんですねこれ。そうですね、その草刈りの事故のうちの8割が、はい、転倒転落落下とかっていう、はいはい、傾斜地での草刈りの事故なんですね、はいはい、人が楽して急傾斜地を刈れる機械ということで今年発売しました。あ、なるほど。へえ、上で操作するような感じですか。そうです、上でレバーで操作するんで。レバーで操作、はい、ベーッと下ろして、はい、で一番下まで行ったら、はい、ちょっと、はい、上の親機を前に進めて、はい、ちょっと今度はこっちに V 字にこう持ち上げて、こう V 字にこうちょっと刈っていくようなイメージ、はい、あの今テレビで映ったのは一人でやれるんですね、これを。そうですね、はい、二人でやるんだと思ってました、これ。一人でやれます。8メーターです。8メーター。これ自体そんなに重くも ないんですかね。なんか軽々。はい、円盤タイプなんですけどフリーバーがついてるんですね。そうです。じゃあこれ何かトラブルあっても一人でこう復旧もできるのでいいですね、そういうのも。はい、これが一番先に地面に来たのでグラグラするんです。はい、ここ1個だと、はい、このグラグラした時にこれが押されてエンジンが止まるっていう作りになって、エンジンが止まったら刃も止まるんで、はい、その状態で人が降りてって、はい、上げるしかない、上げるっていうか繰り返す。これ慣れちゃえば誰でもあとできそうですかね。そうですね、あの棚田みたいなところで、はいはい、こう段々になっていて、はい、乗り面が長くてっていうところ、はいはい、でこれだとあの映像みたいに映像の多分下あそこ堀になってると思うんですよね、はい、堀とかあってもこれだったらワイヤーで吊るされてるので降りていけるんですよね。これあの思ったよりも早く登ったり降りたりしてますね。まあかなり早いですね。早いですよね。8メーターで一番下まで行って、はい、引き上げたら10秒かかんないぐらい、すごい速い速さで。やっぱりワイヤーで引っ張ってるからなんかあの降りるときは特にさーっと降りていくんですね。そうですね、もうあくまでも自重で降りていくだけなんで。へー、あっ、これやっぱ40ですね。40、あ、42キロだからでもあるんですねこれ。じゃあのラジコン草刈り機ですけど53万1000円だそうです。本当にこれ53万なんですか。間違ってないです。え、ただ斜面も登れませんので平面だけ。あ、ですよね。これある意味でも画期的だと思います。ラジコン草刈り機でこの値段初めて見ました。そうですね、はい、多分ないと思います。ラジコン草刈り実は5台ぐらい触ってるんですよ、いろんな各メーカーのもの、あの大中小ですけど、一番小さくて実はもしかしたら需要あるかもしれないですね。平地だけ借りたいんだって。そう、これ重量が72キロ。わあ、じゃあもし万が一引っかかっても、もう全然一人、まあ一人、まあ二人いれば 100% 大丈夫ですね。いや結構な角度ですよこれ。こんなになっても行くんですね。これ傾斜センサー。傾斜センサーですね。持つのは一応動かしてます。みんなで、はい、実は本田さんのエンジンを操作していただくと、はい、カニ花だけなんです。あ、そうなんですか。バッテリーなんです。あ、どのバッテリー積んで充電式になって4時間くらい動きますので、もう十分。例えばじゃあ、はい、バッテリー2個あれば1日、まあ、ほぼ OK ですよね。わ、これは優秀ですね。12ボルト何でもいいんです。バッテリー、え、何でもいいんです。あ、そのバッテリー、え、12ボルトのバッテリー何でもいいんです。車載用のバッテリーでも使いますんで、そういう汎用性もあるんですね。そうですね。
なんかこれちょっと売れそうな気がするんですけど、町内会でももうこの空き地を毎回借るんだとかで、じゃあもう導入しようかって、この値段ならってなりそうな気もしますね。あります。やっぱりそうですか。へえ。私が思っているのは売れてます。ですよね。いや思います。こういうのあったらいいのになと思うのが目の前にあります。いやこれは絶対売れると思います。はい。あは。これ実は石が当たると逃げますんで。はい、ああそうなんですか。はい。あの一度も逃げますんで。目的はやっぱりこの軸を折れないように、はいはいはい、歯が逃げるという、はいはい、なってます。3キロ。あ、そうそう、3キロ。あ、3キロ出るんですね、平坦の場所で。あの一緒に歩くには、一緒に走るには遅いんですけど、はいはい、作業では十分、全然十分。あのよく YouTube やってるからですけど、はい、ラジコン草刈り機遅いって皆さんおっしゃるんですけど、はい、実際の刈原駅のスピードと合わせると全然違うよって。あの速いですよって。あの刈り幅とかも、あの人が振る方があの振り幅広いっていう人もいるんですけど、もちろんそうなんですけど、直進していってそのままずっと刈ると相当速いんですよね、これも。ちなみにバッテリーって何ボルトになるんですか？36ボルト。これも一応プロユースなんですか？一応プロユースと想定して、はい、考えてます。ゾーン屋さんでもバッテリー使ってるところもあるんですか？あります。やっぱりあの公園とか、それから観光地のところで昼間借りたいけど、あ、騒音の問題ですね。騒音の問題で結構ね、そこのエリアはバッテリーしか使わない。あ、なるほど、はいはい、ありますね。やっぱり音の問題っていうのはありますよね。あとゴルフ場。ああ、プレーでうるさいと言われるので。なるほど。助かってます。あ、音っていうところじゃあそういうプロの用途でも結構あるところあるんですね。へえ。ちなみに稼働時間ってどれぐらい？草刈りした場合なんですけど、はい、40分か45分、はい、でもあのエコモードってありまして、はいはいはい、でこのエコボタンをすると、はい、大体回転数でいうとエンジン草刈り機の中速ちょっとぐらいに使いやすいところ。はいはいはい。あと私いつも使ってるんですけど、はい、家でも、はい、1時間10分20分ぐらいエコモードで、エコモードでやると結構持つ。まあ、草の大きさにもよる。ああ、わかりますよ、はい、あ、1時間持てば優秀だと思いますね。すごいと思います。それはすごくね、あの重宝します。実際ゾーン屋さんとかで音出せないところは、はい、バッテリー切り替えて、はい、3つぐらい回して、はいはい、これフロントモーターなんですね。そうです。このタイプは今フロントモーターです。フロントモーターだと重いとかないですかね？あ、ね、バランスなんですけど、はい、バッテリーをつけないとめちゃくちゃ重く感じるんですけど、はい、あ、バッテリーつければ前後のバランスが一番大事。でもあの結構重たいかなと思ったんですけど、そうでもないですね。そうでもないです。あのやっぱりバランスなんですね。草刈り機はバランスです。バランスアウト、はい、行きやすいです。ただ、いいかな。この状態で今も斜めになって、斜めになってます。ロングもそうですね。ロングがちょっといいかなというか。これトップハンドルなんで、はい、ロングハンドルじゃないですので、はいはい、あの結構あの高いところに登った時にバッテリー式いいんだっていうふうにおっしゃいますね。エンジンかけなくていいし、すぐに一発起動で、まあ、若干重いとかそういうのもあるけど、重いですよね。ただアーボリストとかそういった特殊伐採の方っていうのは上に上がって、はい、そういうかける作業っていうのはリスクしかないので、はい、これをお使いの方が結構多くて、はい、あ、やっぱりそうですか、はい、上に行って上でこんな、はい、まあ、上から順番に太い、はいはい、を割って落としていって、はい、作業されてます、はい。ああ、やっぱりその辺はじゃあ置き換わってきてるところもあるんです、はい、なんかチェーンソーに関してはじゃあちょっとバッテリーかなり今主流になりてきてるんですかね。あ、そこまでじゃないですか。そこまでないですけど、でも、多分薪を作る方とか、はいはい、そういった方はもうね相当バッテリー増えてます。あ、なるほど、まあ、林業のことはもちろんあの、はい、エンジンになります、はいはい、すぐ多分バッテリーの充電とかもすぐ家だと薪とかできやすいとか、まあね、はい、やっぱり家が中心の方がバッテリーって伸びてってるんですね。間違いなく伸びてます。ああ、使い勝手じゃないですかね。なるほど。はい。ここは自動で完全自動ですね。
どうやって自動になるんですかこれ。充電ステーションがあって、はい、その中に下にワイヤーを敷き詰めてます、はい、でそのワイヤーというのはステーションにつながってまして、はい、一筆書きで一周します、はい、でこのロボットはその中でしか動かなくて。あ、そうなんですか。絶対暴走しない、はいはい、あ、そのもう 枠の中というか、はい、ワイヤーがこう埋めてるんです。はいはい、靴でも、はい、あ、ここも、じゃあここから落ちることない。ないです、はい、今思ってて落ちないのか大丈夫かなーなんて、こういう風にここから、あ、そういう風なんですか。で、あちらのステーションで充電入って、はい、もうありとあらゆる一般家庭 の、はい、の庭でもあのちっちゃいの、あ、こっちの、はい、左から2つ目、はいはい、あのたくさん購入いただいてますし、あと病院とか保育園、はい、幼稚園とか、はい、芝生化しているところであれば、はい、工場、はいはい、企業様の工場などたくさんとも入ってます、はい、なんかあの他のブースで聞いたんですけど、はい、こういう自動化っていうのがやっぱ大きさによってやっぱ違うんですかね、はい、なんか法律上はダメだとかっていう、例えば農業用のトラクターだとまだあの、はい、誰か監視してないとダメだとか。そうです、大きなものっていうのは、はい、誤作動を起こした時に、はい、人身事故死亡事故に圧倒的につながるんですけど、ね、はいはい、こちらの機械っていうのは、はい、ちょっとでもボディ持ち上げた瞬間に歯が瞬時に止まるし、はい、あ、そうなんですか。5ミリぐらいの石でさえ飛ばさないっていう。え、そんなに、そんなにすごいんですか。なので保育園幼稚園で普通に入ってますし、はい、なんならあの子供さんが園児が、はい、ワイワイ遊んで走りまくってるなっていうところで動いてたりっていう、はい、ね、え、これがと園児が共存してるんですか。周りで走ってますそういう保育園も実際にあのございまして、あ、優しく渡ってバックして U ターンして他に行きますので、はい、あ、じゃあそれぐらい安全なんですね。これも安全です。神奈川とか東京都とか、はい、公園でも実際に入ってるんですけど、はい、夜間稼働してるんです、はい、上位機種は全て GPS と、はい、あと専用アプリに、はい、あの繋がってますんで、はい、盗むと犯人の家が分かるんです、はい、あ、これがじゃあ特定されちゃうんですか。そうです、あのエリアから出たら通報でちゃんとアプリに飛んできて、はい、きますん で特殊な契約とか、はい、あのドコモに持ち込むとか、はい、あのソフトバンクさんに持ち込むとか全くなくて、はい、あの通信料は私どもの方で契約の整備してますので、はい、必要なのはアプリを見る、はい、まあ、パケット料をまず、はい、まあ、それで通信料でだけで、それ至れり尽くせりですね。そうですね、通信料だけっていうのがいいですね。そうです。はい、お二方で70歳以上の方、お二方で50代ぐらい管理してます、はい、アプリで。へえ、あそこの保育園の、はい、あの何とか号が止まったからさ見てくるわって、はいはい、これで分かるんで通知が来るんで。そういうことですか。そこだけ行ってあの直してあげて助けてあげて、はい、はい、再スタートせよって、はい、そういう役割の人もいるんですね。へえ、今まではその、はい、管理できなかった人ばかり、はいはい、少人数、はい、ロボットが入るとエラーで止まった時だけ助けに行けばいいんで、はいはい、50箇所でもできる。あいや今動いている 450X の1回も62万円税込みですよね。そうなるとやっぱり導入したくなりますよね。人件費を考えると、はい、本当に手が足りてないところにはもう価値があるですよね。一応これ芝刈りが目的なんですけど、はい、それ果樹の低い草っていうんですか、はい、そういうのも OK っていうの。そうですね、あの草って生高渡しそうもほっときゃこんななりますけど、なりますけど、はい、小さい時ってか弱い細い草なんで、はい、これをずっと刈り続けると、はい、種が落ちてきて芽が出ても、はい、もうそこで刈られるんで伸びないんですね、はい、どっちかというと草刈り機というよりは草を伸ばさないように維持する。あ、草抑制機みたいな感じですか。刈り続けて草が伸びて、ありがとうございます。これすごくいい機械ですね本当に。これね、ユンボに つけるんですよ。ですよね、はい、つけて、はい、ここに刃が、はい、ここについて。あ、なるほど。発見することによって、はい、草とか木を、あのバックホーとかにつけて、あと、はい、ずっと旋回しながらですね。そうです、旋回してこう。へえ。今度のこの腕が伸びるところであれば。はい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 。あ、じゃあもうユンボ用の草刈りカッターみたいなイメージですか。そうです。へえ、これ面白いですね。はい、これが使い方がわからない。こんな大きいものでどうやって使うんですか。はい、これ旋回しながら、はい、
やっぱり回転物は、はい、どうしても石を飛ばしたり、はいはい、危険なんですよ、はいはい、安全にやりたいって言ってどっちかというとどういう用途のに向いてる、うん、あのね、どっちもできるんです。下の、はい、こういう下に生えてる草も行きますし、はい、電話機をこうやって剪定することもできます。あ、うん、こっちのフリーの刃の方って初めて見ました、はい、結構ハンマーナイフ方式とかと、はい、この自軍を壊さないためにこういう風になる、はいはい、感じのモードで、あ、体に取り替えられるように、はい、これが新品の刃なんだけど。おお、そうなんですね。はい、新品の古いの比べると分かっちゃう。はい、こう角が丸くなってみるとさ。あ、全然違いますね。こういうなんか、はいはい、穴開いてっちゃう。穴開いてますね、それは。はい、こいつがさ、取り替えるのが面倒なわけさ。なるほど。こいつ外してピン外さないと。やっぱり欠けてるのもありますね。はい。これなんか新品に変えてきたの。それは新品ですね。はい、だからよっぽどひどかったもん。これは。なんかもっとすごいマルチャー方式っていうんですかね、はいはい、すごい砕くタイプがあるんですけど、ただこれだとあの歯の多分歯がすぐごめんなさい、はい、あのお安くて多分交換しやすいんだと思うんですよね、ええええ、そういう意味でもいいのかなとも思ったんですけどね、はい。